2023年度学習院大学の一般選抜制度を分かりやすくご紹介します。学習院大学の2023年度一般選抜は、大学独自の問題で実施するコア試験、プラス試験と共通テストの成績のみで合否判定をする大学入学共通テスト利用入学者選抜の3方式です。実施する選抜方式は学部・学科により異なります。各学科が実施する方式はこの表の通りです。それでは一般選抜3つの方式それぞれの特徴やメリットを見ていきましょう。まずはコア試験とプラス試験についてです。コア試験は一般選抜のメインの試験です。全学部全学科で実施し、試験科目は3科目の次第型、募集人員も最多です。プラス試験はコア試験日のほかにもう1日別日程でも実施する試験です。プラス試験では他学部のコア試験の日に他学部のコア試験と同じ問題を用いて選抜を行います。実施しない学科もありますが、試験科目は基本3科目の次第型で、特色ある選抜もあります。例えば2月7日は理学部のコア試験日ですが、同日に文学部のプラス試験を実施します。そのため文学部のプラス試験は理学部のコア試験の問題で実施します。これがコア試験プラス試験の基本的な仕組みです。各学部の試験日と試験科目を見てみましょう。試験日ごとに2つの学部がコア試験とプラス試験でペアになり、共通の試験問題を使用します。注意点は3つあります。1つ目はコア試験とプラス試験の試験問題が共通とならない学科もあること。2つ目は同日に実施するコア試験とプラス試験は併願できないこと。3つ目はプラス試験を実施しない学部・学科があることです。プラス試験のメリットは3つあります。メリット1、複数回同一学部を受験できる。例えば経済学部・経済学科を第一志望と考えている場合、コア試験と別日に実施するプラス試験の2回経済学科を受験することができます。さらに大学入学共通テスト利用入学者選抜を利用すれば、経済学科なら4科目型と6科目型の2つがあるため、最大4回の受験が可能です。メリット2、試験日の選択肢が広がる。例えば理学部の受験を考えているとします。コア試験日での受験が難しい場合、別日で実施するプラス試験を選択することで、学習院大学理学部の受験が可能です。メリット3、試験科目でチャンスが広がる。文学部、心理学科と教育学科のプラス試験の科目は、同日にコア試験を行う理学部と同じ数学、英語、理科です。理系の勉強が活かせる選択です。プラス試験では2科目で受験できる学科もあります。理学部コア試験の試験科目は全学科とも数学、英語、理科の3科目ですが、数学科のプラス試験の試験科目は数学、英語の2科目です。国際社会科学部のプラス試験では英語資格検定試験の成績を活かすことができます。所定の英語資格検定試験の成績を英語の得点に換算するため、当日は英語の筆記試験の受験は不要です。次に大学入学共通テスト利用入学者選抜を見ていきましょう。大学入学共通テスト利用入学者選抜のメリットは2つあります。メリット1、全国どこからでも受験しやすい。大学入学共通テストの成績のみで合否判定を行うため、学習院大学に来なくても全国どこからでも受験が可能です。メリット2、国公立大学との併願がしやすい。例えば文学部教育学科を志望している場合、
文学部小足研の試験科目は3教科型ですが、大学入学共通テスト利用入学者選抜では5教科型なので、科目数の多い国公立大学向けの勉強がそのまま活かせます。試験科目は学科によって2タイプに分かれるため、自分が必要科目を満たしているか十分注意しましょう。このように学習院大学では、全国から多様な学生たちに集まってほしいという思いから、一般選抜に幅広い選択肢を用意し、受験機会を拡大してきました。全学部の学生がワンキャンパスに集う学習院大学は、学部や学年を超えたつながりの中で様々な価値観に出会い、可能性を広げられる場所です。学習院大学の一般選抜をぜひご活用ください。